家好，我是金池。那今天我们朋友们的主持多么的烂的，那这次我就不多说，让我们直接开始看吧。午前中に体力育成がある日は昼休みまでが長く感じるんだぞ。体力育成があってもなくてもお前は毎日腹減らしてるじゃん。あ、なんだ、食堂の壁際に人だかりができてるな。全国魔法師養成学校総合文化祭ボーカル&ダンスチャンピオンシップ出場メンバーオーディション。ああ、総合文化祭で行われる音楽発表会のことか。毎年テレビで放映されてたからたまに見てたけど、選抜メンバーってオーディションなんだ。来たれ歌自慢ダンス自慢プロデビューのチャンスあり、全国の高校生の頂点に立つのは君だ。なお大会で当校代表チームがファイナリストに選ばれた場合、メンバーに優勝賞金の500万マドルを山分けいたします。500万マドルを山分け。そうなんですよ、豪華でしょ。うわぁ、びっくりした。学園長、いつも思うけど急に出てくんのやめない？おや、失礼、脅かしているつもりはないんですが、このボーカル&ダンスチャンピオンシップに500万マドルもの賞金が出る理由、それはたくさんの企業がスポンサーとしてこの大会を支援しているからです。 VDC はそこいらの軽音部のコンテストとはわけが違う。ファイナリストにはさまざまな芸能事務所や音楽レーベルからデビューのオファーが殺到。一躍トップアーティストの仲間入りも夢ではありません。学園の名誉のみならず己の未来をかけた本気のミュージックバトルなんです。より多くの精鋭を集めるためにもご褒美は豪華でないとね。なるほど、スポンサーからすればここからマドル箱スターが生まれるなら500万マドルくらい安いもんってことね。500万マドルあれば一つ300マドルの高級ツナ缶がいっぱい買えるんだぞ。待て待て、賞金はチームメンバーで山分けだって書いてあるだろ。例えばチームが4人だとすると1人500割る4割125万マドル。300マドルのツナ缶なら4000個以上買える。ひゅー、4000個なな、俺様この大会に出たいんだぞ。学校によっては合唱部や軽音部所属の生徒から代表を選ぶそうですが、我がナイトレイブンカレッジは全生徒からオーディションで代表を選びます。本気でぶつかり合って一番強いやつがてっぺんに立つってことっすね。もちろん本気の生徒は大会を見越して昨年から準備をしているとは思いますが、スターを夢見る権利はいつ誰にでもあるかと思いましてね。どうです、私優しいでしょ。在学生なら誰でもこのオーディションを受ける権利はありますよ。今年は誰が代表になるか楽しみですね。あ、そうそうそう、オーディション審査の課題曲はピースオブマイワールド、参加申し込みは3の A ルークハントまでか。へえ、面白そうじゃん。今度の文化祭俺ら運動部は裏方作業ばっかで楽しくなさそうだし、試しに受けてみね。もし受かれば会場設営とかしんどい裏方作業を手伝わなくても良さそうじゃん。優勝して臨時収入が入れば家計が助かるかも。いや、しかし運動は苦手じゃないが歌と踊りは全然やったことがない。課題曲の「ピース・オブ・マイ・ワールド」は去年めちゃ流行った曲だから、間近めに踊り方の解説動画とかいっぱい上がってるじゃん。簡単なやつならパパッと覚えられるでしょ。ほな、こいつがスマホもらったから最近は間近め見られるんだぞ。よ
習。俺様も練習してオーディションを受けてやるんだぞ。僕はやめておく。オーディションを受けたところで受かる気がしないしな。なあ、ノリ悪。まず真剣にてっぺん狙ってないやつが冷やかしに行くべきじゃない。オーディション受けるくらいそんな身構えなくてもいいと思うけど。それにお前らがオーディションに落ちた時、慰め役も必要だろ。あ、こら、落ちる前提で話すんな。見とけよ、絶対受かったから。そうだぞ、賞金とツナ缶は俺様のものだ。はいはい。あ、僕たちのクラス次の授業は魔法薬学だったよな。僕今日は日直なんだ。実験室に機材の準備をしに行かないと。グズグズしてたら食べる時間がなくなる。早く昼飯を注文しよう。させ、もう腹ペコなんだぞ。昼飯で腹いっぱいになった後の授業って眠くなるんだぞ。実験中にうとうとして魔法薬爆発させんなよな。なんだこの歌。なんか急に汚くったな。めごぐ歌えで言われても、うわ、無理だじゃん。誰？誰？あ、邪魔して悪い。歌が聞こえたから。あれ？こら、グリム、足元でうろちょろするな。あ、だ、悪い。大丈夫か？泣いてる？先生、デュース君が他の寮の子泣かせてます。からかうな、エース。泣くほど痛かったなんて本当にすまない。保健室に連れて行くから、僕の肩に捕まって。もう子でらいね。え、子で？君は確か新学期最初の日にメインストリートでぶつかった。あの日はごめんね。あ、いや、こっちこそ。確かエペールだったか。え、なんで僕の名前を？ジャックに聞いたんだ。二人は同じクラスだったよな。うん、君たちは確かデュース君とエース君、それにグリム君と監督生さんかな。おお、俺様たちを知っているとは。俺様たちも有名になったもんだぞ。両対抗マジフト大会のエキシビションマッチ、すごく面白かったから。なんか不本意な方向で目立ってんな。それでエペルはなんで井戸の中に向かって歌ってたんだ？こうすると井戸に声がこだまして、客観的に自分の声を聞けるんだ。だからここで歌の練習をするようにって寮長のビルさんが。トム・フィオーラには歌が上手くなければならないってルールでもあるのか？ハーツラビルじゃあるまいし、そんな変なルールがあるわけないでしょ。そうだね、特に寮の決まりではないんだけど、僕ボーカル&ダンスチャンピオンシップのオーディションを受けるんだ。へえ、すごいじゃないか。それでもっと愛らしくて可憐な歌声で歌えるようにって、あんな大会なくなっちゃえばいいのに。え？あら、エペル、歌の練習をサボってハトとおしゃべり？あ、跳舞啊，或者是唱歌是很有关系哦。
而且看我我没有听错的话，最后的声音好像是 Vivi 的声音吧。然后我们也遇到了我们的美少年同学，那时候他为什么会哭？那我们可能之后就知道为什么那个原因了。那好啦，那我们就期待下一次的影片吧。那感谢大家收看，我们今天的影片就到这里结束啦。如果你喜欢我的影片的话，记得在底下留言告诉我。如果你还没订阅我的话，记得在底下点下订阅。你的留言和订阅对我来说是最大支持哦。那我们这次再见啦，拜拜。